以後の段級位制は、以後の技量の度合いを表すための等級制度である。級位は、数字の大きい方から小さい方へと登っていき、段位になると、数字の小さい方から、大きい方へと登っていく。騎士を呼ぶ際は、吉原ゆかり六段、一力八段のように、継承に変えて指名、または、名字のもに段位をつけて故障することが通例である。通常、段位は、 関数字で、9位は、アラビア数字で表記する。ただし現在の囲碁のプロ騎士には、9位は存在しない。英語では、初段イコールファーストディグリーブラックベルトのように、意訳する場合と、初段イコール初段とそのまま表記する場合がある。アラビア数字を使った位置、弾頭も、一般的で、略号としてに D、5キロ等も使われる。プロについては、 天段位と区別する意味でキューピー等も使われる。戦時中の初段人居上段九位制は、江戸時代の以後の大騎士、本因坊道作が始めたものである。それまでは、互いの間の手合割りによって強さを表していたが、家元制度が確立して騎士が増えたこともあり、統一された基準が欲しいということになり、道作は、名人、純名人もしくは名人上手間、上手を制定し、 後に、初段から九段までの段位が定められた。江戸時代は、九位やアマチュア段位などは存在せず、専門騎士と素人の段位に区別はなかった。それだけに初段になるのも、非常に厳しく、地方ならば、初段、二段の面上があれば、それを種に生活できたという。明治に入り、村瀬修保は、放縁者を設立し、 医後人口の拡大を図るために新しく旧位制を創設した。ただし、これは現在の段旧位制度とは違ったものであり、後に従来の段位制に戻した。2014年時点での日本の医後のプロ組織での商談規定は以下である。いずれかを満たせば商談できる。日本金因創設以前の段位は、騎士官の手合割から二段差で、 沖石一市の基準で決定されていた。日本基因設立後には三段祭知市に改められた。現在、岸採用試験に合格した者は、一律初段となる。これを、入段と呼ぶ。日本棋因の場合、プロ試験は予選を行って受験者を絞った後で、ふさあたりリーグ戦を行う。東京本院では下記に、陰性から一人、冬季に、上位二人を呼び、 関西総本部、中部総本部で一人、または二人と、女流枠一人、または二人がプロとなる。関西基因の場合、陰性は10級から始まり、昇級を重ねて、初段格になった上で12勝4敗の成績を上げれば、合格となる。誰も12勝できない場合はそのまま持ち越しであったが、2011年より、 初段リーグに変更されその成績で入段が可能となった。その他に研修騎士制度も設けており、アマチュアで卓越した成績を収めた者が、四段以下の騎士と二局九段と一局を打ち、その結果によっては入段することができる。入段した騎士は、大手愛と呼ばれる、商談のための対局で、規定の点数を上げることで商談していた。 しかし大手合い制度には球団が参加せず、実力の基準が相対的でしかないという矛盾があり、球団の数が一番多くて、初段の方が少ないという逆転現象を生み出した。一部の騎士に至っては、商団にうまみがなく手合い自体の負担も大きいことから球団、商団以前から大手合いに出場しないこともあった。そうしたこともあって、二千三年、日本企業は、 商談制度を改定した。それ以前の段位に関わらず、三大タイトル、世界選手権のどれかを1回、あるいは、五星、十段、王座、天元のどれかを2回以上優勝した場合は、無条件に9段。三大タイトル、世界選手権に準優勝、あるいはそれ以外の七大タイトルに優勝した場合は8段。三大タイトルの挑戦者決定リーグに入るか、 あるいは三大タイトル以外の七大タイトルの、準優勝、あるいはアゴンキリアマハイ、リュウホシ戦に優勝した場合は七段。ある一定以上の勝ち星で順次昇段。1、または2で昇段しなかった各段の騎士の中で、賞金ランキングが上位の者が順次昇段。関西棋院も2005年、これとほぼ同様の新昇段制度に移行している。日本棋院。 関西企員ともに対象期戦での勝敗による単年ごとの賞金ランキングの優秀者を一段商談させる制度を導入している。両企員の違いは日本企員が6段から1名、5段から初段まで各段2名の上位者が商談するのに対し関西企員は初段4段の中で最上位者1名のみ商談することである。また、 両起因独自戦の勝ち数やアマチュア参加が認められる、棋戦のタ山勝利が、勝ち数規定に含まれるかの違いも存在する。一例として、日本起因においては、独自棋戦である若鯉戦、ふまキラー以後マスターズカップも、対象棋戦に含まれるなど。日本起因の商談者は、大手愛廃止まで年平均40人を超えていたが、廃止後から2008年までを平均すると、 廃止前の半数以下となっている。2008年は17人と、初めて20人を割り込んだ。一方、現役の球団は76人で、全棋士のうち23.6%と効率を占める。現状に変わりはないが、概して増加は抑制傾向にある。2010年には、日本棋院、関西棋院ともに球団商談者が出なかった。特に、関西棋院においては、 移行した2005年以降9団商談者が2014年、現在まで出ていない。後段制度がないため、恒例の騎士が後段となる傾向が強く、プロイ後界では、段位が正確に気力を反映しているとは言えない。90年代に、急激なレベルの向上を経た韓国では、これが顕著で、一部の、第1000級を除けば90年代以前に、 活躍したベテランの9団騎士はほとんど活躍できず、初段や2段程度の騎士が彼らを差し置いて、国際戦で代表となることが多い。なお、タイトルの10段の保持者は10段と呼ばれることになるが、10段は名人や棋聖などと同様のタイトル名なのでダニーそのものとは関係がない。現在日本では、プロのダニーとは別に、アマチュアの段級位があり、 日本棋院、関西棋院が発行している。2015年現在、日本棋院が認定している、最高の段位は8段で、段級くらいを認定されるためには、日本棋院の認定問題で、指定の成績を収める。日本棋院が関連する大会にてある程度の成績を、収める。プロ棋士、日本棋院支部長の推薦を受ける。などの方法がある。 このうち1は常に2は成績にも応じて一定の金額を支払う必要がある。日本金のウェブサイトからも応募できる。この方式に対しては弾球くらいを金で売っているかのようであるとの批判もあり、藤沢秀幸は独自の低廉な弾位免状を発行したことで一時期日本金から脱退したことがある。しかしながら下記のような事情があり、 アマチュアにおいても認定された弾球位が必ずしも正確に実力を反映しているわけではない。日本起因の認定問題は新聞や雑誌等に掲載されて出されるため実践と異なり5番に並べて時間をかけて検討することも可能であるしカンニング等についても実質的に回答者の良識に任されている。布石など明確な回答の出ないジャンルは特に 高段者向けの問題には適さないケースが多い。段級位認定大会では、目標とする段級位を参加者が自己申告するため相対的な評価にならざるを得ない。アマチュアでは、位が1下がるごとに、置き石が1個増えるのが、目安となっている。誤解書などでは、ハンデの目安などのため、難段格などと段級位を設定する場合が多い。しかし、 これも誤解書内での固定された対局者内での相対評価とならざるを得ないため格差が発生することは避けがたい。ある誤解書で初段格で打っていたのに別の誤解書でその通り初段と名乗ったところ相手を圧倒してしまうというような例もある。他に囲語普及の功労者などに日本棋院、関西棋院から名誉団員を送る場合がある。著名な例では 福田武夫総理大臣に名誉八段スペースシャトルで初の宇宙囲碁対局を行った若田光一に名誉初段などがある。ネット語でも各サイトの基準などに応じて段級位が表示されるものが多い。また、プロが登録して打つ場合にもアマチュアと共通の段級位が設定される場合が少なくない。参加者の多いネット語サイトで多数対局した。 結果として付けられた弾球位は実力を正確に測ったものと捉えられるがその基準は各サイトによってまちまちであり日本インや関西インの認定する弾球くらいの基準とは必ずしも一致しない他方で気力を意図的に過小申告して位の気力のものをいたぶるように打って楽しむサンドバッカーの存在もありマナー違反として認知されている アマチュアとプロの段位の比較は、俗に、プロの初段に9種置いて勝てれば、アマチュア初段と言われる。日本の全国大会で優勝する、トップアマが、トッププロに対して2種程度である。坂井秀幸は、世界アマチュア英語選手権戦優勝などの実績を持ち、試験後の成績により飛びつき5段に認定され、プロ騎士となった。アゴン、桐山杯全日本早ンオープン戦では、 天木戦場移入勝者が、プロ騎士と対等の条件で対局して勝ち上がることも、珍しくなくなっている。また、プロと初心者の差を示す、4. 星目という囲碁用語がある。プロに星目置く人に星目置く人に星目置く人に、星目置くのが初心者という意味の言葉である。ルールを覚えただけの状態が30級とされ、当たりが理解できたら25級とも言われる。 近年の囲碁においては、日本国内と海外との段位の格差が大きく開いている。アマチュアにおいては、日本の五段と韓国、中国の初段が対等などと言われている。ありがとうございます。